パトリック、ボールが出る、対応するのは井田、パトリック上を越して決まった、広島2点目、仕事をしたパトリック、2対1。あ、1本だったですね、これ松本の左の後ろですね。パトリック選手一度自陣に戻りながら、そこからスピードかけて前に出てきましたね。ですからオフサイドにならず、フリーランニングがうまかったですね。まあ、あとは丁寧に合わせるだけと。もう一瞬の動き出しで決まったゴールですね。